ん？転校生か。どうした？初詣？もう年が明けてしばらく経つぞ。横着なやつだな。まあ人混みを嫌う人も珍しくないからな。来てくれるたびに申し訳ないが、あまり構ってやれん。一人か？誰か一緒じゃないのか？そっか。うん、まあ一人参拝客も珍しくはないが、ならばよければその辺で時間でも潰しててくれないか。せっかく来てくれたのだ。このまま返しては罰が当たる。もうすぐ休憩だ。少しでよければ付き合うぞ。待たせたな。行こうか。なんだ？服が気になるか？着替えるのに時間がかかるしな。それに、あくまでこれは巫女が参拝客を案内するだけだぞ。休日に男女が、合いびきするのは校則違反なのだ。ここは学校から近いだろ？先生方もいらっしゃるかもしれんし、生徒もよく遊んでるからな。私といて誤解されると、お前も迷惑だろうし。なんでもない。とにかく、校則違反はダメだ。うん。それさえ理解していれば問題ない。今日は、上手から正式な手順を教えてやろう。私はこのように参拝したことはないのだよ。つまり、客としてということだな。ここに住んでるのだから当たり前だが。だから、少し新鮮な気分だ。息抜きにもなる。春までは忙しいからな。出しにして悪かった。お前が来てくれて助かったよ。年明けから私は運がいい。いや、違う。別にお前でなくとも、誰でもとは、ならんな。認めよう。お前の姿が見えたとき、少し嬉しかったぞ。何を言っているのだ、私は。年の初めからこんな調子ではいかん。おみくじで気を引き締めるぞ。大吉だ。まあ、大吉が一番多いからな。秘密だぞ。しかし、いいことばかり書いてあるわけではない。大事なのは、書かれていることを見て、正しく生きることだ。真摯に受け止めるよう心しろ。さて、私は、これは、バカ！人の運勢を覗くものじゃない！いいか？絶対に見るな！見るなったら見るな！ハレンチなやつめ。この人こそ幸福を与えるか。何も言っていない。これで案内は終わりだ。あとは一人でやれ。また